ね。まだ花は誰のものが入ってないわ。カラオケ、こんばんは。こんばんは。昨日一足先にカラオケで、あ、カラオケ屋さんには入ったんじゃん。こんばんは。結構髪伸びてきました。伸びました。いつ切ろうか、切ろうかさえも迷う。どう思いますか。でもなんか伸ばす、なかなか伸ばすという選択肢はないんですよね。ショートにしよっかな。こんばんは。でもショートにしたらなんか衣装がさ似合うか不安でできないんですよね。大人っぽくなりすぎそうだな思って。こんばんは。めっちゃ久しぶりにあのストーチの秋短いのが気に入っちゃった。うん、そうですね、長い方より短い方が好きかも。シングル期間が終わるまで切らないでって言われたりするの。いや、しないですね。わかんない、言ってないからわかんないけど、でも言われないんじゃないですか。花は誰のもののダンス振りものすごくいいね。お、クリエイトボーイさん前、髪長い時の写真見ると誰ってなる。うん、なんかでも今でも誰って感じですけどね。これ見てももはや自分が誰って感じ。短いのに見慣れたのでロングの写真見ると不思議に感じますね。わかる。まあ踊ってる時は短いのが好きかも。踊ってない時は長い方が好きですか。こんばんは。ブラジル Thank you。 真裏だ日本の。出てるめっちゃ、自分はあんまり出てこないですね夢に。自分は自分のあの視点でいつも出るから。めっちゃ怖い夢見たって話しましたっけ。今日だったかな、昨日だったかな、いつ見たかさえも忘れたけど、もう船に乗ってて、みんなで、メンバーみんなで。なんか前もねこういう夢見たんじゃけどね、なんかすっごい荒波っていうかね、乗っ取りみたいな、一人のメンバーがねなんか船をすっごい、なんかなんて言ったらいいんじゃろう、
なんて言うんですっけああいうのって、ジャックして、なんかもう、そう、とても苦しい夢を見ました。まあ、階段、本当に綱を持ってうわーうわーうわーってなってました、私は。そう、でも、そう、無事陸に着地はできたんですけど、私はなんかね、どういう夢だったかもそんなには覚えてないんですけど、めっちゃ苦しかったことだけ覚えてる。コンタクトしてるよって言わんかったらあんまりわからん。わかりますよね。これ結構ちっちゃいサイズなんじゃけどさ、多分もともとの黒目がちっちゃいからさ、私なんかわかりやすいんよね。大きくなったなみたいなのが。アイドルみたいな顔になっちゃう。ねえ。アイドルみたいになっちゃう。夢占いだと船は人生を表したって。ええー。じゃあ波乱ってこと？ノット、ジャックされるってこと？やばいやん。うちのダンスに魅了されています。嬉しい、ありがとう。くるむ大きいメンバーどなた？でも目の比率から言ったらユミリンとかオキちゃんとかじゃない？公演の熱いパフォーマンス心に刺さりました。あまりに魅力的で見送りでなんか照れてしまって失礼しました。ありがとう。全然顔の印象が違う。マジ？そうですよね。黒目が大きいっていうあの題名だとってことですよ。目が大きいメンバーはねいっぱいいるけど、そうそう、こんばんは。私はもともとちっちゃい方なのでね。推奨コメントがなくなったらしいですわ。みちの爽やかさが減る。あ、ほんと？こんばんは。あらあら、なんかね、もったりした顔になりました。こんばんは。こんぐらいの黒目で生まれたかった。
おすすめください。アニメおすすめ難しい。どんな時に見たい？ダンベル何キロ持ってる見ましょう。スパイファミリー見てる。そうユニゾンさんが M ステ出てた。なんかユニゾンさんが M ステに出るっていうさ、決まった時にめっちゃ嬉しかったんですよ。で皆さんが STU が M ステ出ますとかで決まった時の気持ちってこういうお気持ちになってくださるのかなって思いましたね。ヴァイオレット・エヴァーガーデンもちょっと言おうとした、何回も泣く。そうそうユニゾン全体は久々。そうお前斎藤さんがねハラミちゃんさんと出られてましたよね。私が武道館に行ったら行ってくれたら死ぬみたいなやつよね。初出演ではない、はい、シュガーソングとビターステップとかでも出てるから。ダンベル何キロ持てるは女子高生があのジムに通う話で、でヴァイオレット・エヴァーガーデンはもともとの兵器みたいに扱われてた女の子が兵士として軍隊にいた女の子が戦争が終わってあのなんて言うんですっけあれこうタイプライターになるお話でもその女の子はあの人としての感情があんまりなくてみたいな。でも人の感情を読み取って字を書けない人たちがそのタイプライターに頼みに行くから致命的なんだけどみたいな感じですね。どんどんいろんな人と関わって変わっていくみたいな。なんか誰かに必要とされてるみたいな感じのね内容をめっちゃ泣くんですよね。多分そういうのに弱い涙腺が。コピーはね あの漫画見てました。こんばんは、こんばんは。話難しいけど、うん、泣けるアニメ。ヴァイオレット・エヴァーガーデンは泣きましたね。泣けるアニメなんだろう。泣けるアニメってあと何があります？難しいな。ケイオンとか大好きで、大好きだけどずっと見てたからない泣けるっていうあれもあるから。羅生国戦記、あクレヨンしんちゃん確かに あの花ね。ね、うん、あ確かにワンピースの要所要所ね。
キルピンできる少女漫画おすすめ。難しい。私あんまり少女漫画見ないんですよね。シュガーソルジャーはずっと見てた。坂井真優さんの絵が好きなんです。でも坂井真優さん以外の少女漫画そんなに見てないかも。あの私がまだチャオを飼ってた時代のチャオとかしか見てないかもしれない。あとあれは好き、あれ、日々ちょうちょう大好き。日々ちょうちょう。ねえ、超懐かしい。ああ、見てないや。異世界人形。最も人気のあるアニメ。最も人気のあるアニメって何でしょう。ちょうちょうってちょうちょう、そう、ひみちょうちょう見とった人おらん？まあ、髪切っちゃったから戦闘系できん。そうなんですよ。キラリンレボリューションはめっちゃ見てました。大好きでした。もうキラリンレボリューションに憧れて、あのヘッドセットに憧れて、ヘッドセットをつけたいがためにアイドルになりたかった節もあります。ユニゾンさんの新曲めっちゃいいね。ティーン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 ちょ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 、恋がないと聞いたらしい、恋がないって直線できないったり聞いたり、いつか星を描いて君へ届けたい。私パパパンケーキ好き。この白いクリームの下で、知ってる？柔らかいスポンジを重ねて、パパンケーキか。優しさも愛しさも乗せて、パンパン甘い甘いパパのパンケーキが、パンパン包み込んでるの。はい、こんばんは。ファイナリストライブ決まりましたね。めちゃめちゃもう夏の終わりぐらいの日ですが、いつもいつも同じこと言うわ。おお、誕生日先日。まだでもどんな曲を歌うかとかまだ決まってないんですけど、楽しみですね。花をぶん花をぶん、スナップ聞かせて花をぶん、そんなあんたの花をブーブー。キラリンレボリューション小学生でしたよね。なあさんがまだ家におるよ。そう、東京でやります。
明け姫、はい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 。そんなそんな。あまたの星たちの中で黄色に光るシルエット。めっちゃタンバリンでやってた。あのタンバリン欲しかった。ヘッドセットとタンバリンのさ、あったんですよ、3色変えたんよね、多分変えたけど、2人は NS は違う。私が右なら君は左、いつも合わないけん、でもね、なんかね、不思議だね、君の横が一番落ち着く。これね、卒業コンサートするとき誰かと歌いたいなって思ったんですけど、でも別にさ、ハロプロさんとか歌っとんよ。もともとハロプロさんがね、くすみかはるさん声優されてたりしたからさ、フォーティエイト関係ないからな。ラブだよダーリン、ミルボデポン大好き。闇の中を切り裂いて風のように駆け抜ける、前がみなびかせたままでって歌ってます。本当の前髪はどこにあるだぜ、少しどっちなとこもある、兄貴の背中追いかけ、どこまでもついて行きます。ヤシチュー様、これはね、でも多分ね、CD をね買ってね聞かんとね、聞いたことない方ね多分おると思う。でででで、修行で気づき上げた4人のウォーウォーアンサンブルでございます。明日のなーじゃね、懐かしい。地元委員長も知ってますよ。大好きになれ大好きになれ、まず自分のこと、そうそうそう、大好きじゃなきゃ始まらない、自分を信じてみないかい、どうしたどうした、大好き。歌詞使ってなかった、使ってましたっけ。全部歌いたい、全部歌詞出てくるんやけどさ、ワンされたら怖いから。ギリギリせめて歌っております。前髪か、なんか薄いな。伊勢の本の情報ビリ、歌ってみたやりたいんですよね。歌おう。ね、出ますよ。星空の帰り道、雲行き
ねえねえねえ、4月16日ってさ、ゴゴリバのさ初日でしたっけ。あと30分だけ誕生日、たけしさんお誕生日おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。4月16がゴゴリバの初日で、5月23がゴゴリバの千秋楽だっけ。違う違う、5月23は船の千秋楽だ。ゴゴリバの千秋楽いつだったっけ。なんか4月16日ってめっちゃ STU にとってなんかあったなってずっともうさここ1週間考えてるんですけど、調べずに悶々としてます。なんだったっけ、初日だったっけ。だから船のスタートがそこってこと。こんばんは。だよね。すごい、調べた、覚えてました。千秋楽初日は明日。おお、やっぱそうなのか。結構記憶力よ、みんな覚えてる？自分の記憶力が良くないって言おうとしたけど、みんなも覚えてたんだったら別に良くないわ。覚えてる、調べた。チケットの履歴、4月だからか。
レンダーを見た。みんなすごいね。カレンダーとかに書いとんや。ググった。写真遡った。おんおんおん。じゃあ私の記憶力はいいってことか。ん ?5 月24が千秋楽だったっけ、船の。3だったっけ ?4 か。3か。どっちだったっけ ?5 月23。5月24。こんばんは。3か。僕恋の初日は1月14か18か1月1月14だ。え ?12?12 か !11? あら、記憶違い。14は何があったんだろう。コンサートもあったんですよね、そこら辺に。18だったっけ、あれ ?14 だったっけ ?18 か。コンサートは18か。いや、1月11なんだ。覚えとか。1並びだったんだ。13が神田明神。あ、私 ?20 歳だったっけ。初日の翌週がコンサートだった。あ、じゃけん1月18がコンサートだったんじゃ。覚えやすいですね。なんで覚えてなかったんじゃろ。ちちち。明日は船の初日だったのか。元気にしてるかな。船。未知の杖の減った船。そう。ずっと船ですね。変えるつもりはないですね。ね、ヘッダー見るの面白いよね。個性出る。うん、こんばんは。うんうん、そうそう、もう ST4 っていうとこじゃないんだよね。かっこいい船だ。何やったかな。
チチ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 チあったよ。I'm not afraid to die.
まだ8枚目は1個も入ってないですね。そうそう、これは ST の曲じゃないんですよね、実は。ね、ぽいよね。いっぱい披露させていただいたから。そうそうそう、誰かと一体歌いたい。カップリングもっと入ってほしい、このショールームさんに。こんばんは。青く晴れた空に、こんばんは。ね、誰かといたいって、なんか暗い時にこそ染みません？わかる？もう今一人で歌っても泣かないですよ。ね、暗い時にこそ染みる。2番の歌詞とか、2番っていいよね。生きてくことは一人きりだと今さら気づいた。こんなに寂しいのは僕だけじゃない。一体人生ってのはどこを歩いているのか。何も確信持てずに助けを求める。一緒にいてよ。 AKB48 ショーが良かったね。いやーね、あの限られた出演回数の中で3人を選んでいただけたのがなんかありがたかったですね。こんばんは。その時の当時の自分たちは、自分たちっていうか自分は全然気づいてなかったけど、あの時はトロミチ高校すごい押されてたよって、そうメンバーに言われて、ああそうだったんだってなりました。ね、歌声が素敵、ありがとうございます。嬉しい限りでございます。みんな元気です。青春。一番最初に公認ユニットみたいになったんだっけ。そうそうなんですよ。でも3人とも別に公認ユニットになりたかったわけじゃなかったんよ。逆になんか、なんか逆にユニットとして見られるのが別になんか好きじゃなかったというか、1グループだからさ、 STU48 っていうグループがあるから、その中でね、なんかそういう派閥みたいな感じになるのが嫌で、3人ともそういう気持ちだったんですけど、いつの間にかなんか認めていただいた。多分でもさ、トロミチ高校って言ってたからだよね、多分。
たのみちこく名義なのいい、わかる、そうありがたいよね。あの CD の歌ってる人とかが「たのみちこっこ」って書いてるんだから、ありがたい。ナイアガラトライアングル、なんだそれ。あの曲は嬉しかった。泣きましたね。そんなことがあるなんて。MST はよくあるよね。なんかグループとして曲をくれる。歌おうかな。菜の花の宇宙曲、うん好きです。振りも好き。菜の花、菜の花が咲くよ咲くよが好き。世界はどこまで青空なのか、世界はどこまで。Hey.
かないでほしい。幸せになってほしいんだ。嘘のない空を、限りない空を、駆け巡る鳥が希望を。NGT さんの曲もいい歌いっぱいありますよね。どの歌に込めて。56分だわ。手と手つなげば借りはるんだ。みんな一緒に幸せになろう。こんばんは。未来はいつも思ったよりも優しくて風景が不意に滲んでくる。夢が叶うと風景が不意に滲んでくるっていうさ、言葉だけでさ、主人公がさ涙ぐんでるってわかるのがさ、すごいなって思いました。この曲聴いた時いいね。そういう歌詞は他にもあるかもしれんけど、わかんないですけど。そうそう、これが秋元先生か。これが作詞の技かっていう感じですね。なんかそういう選手権やりたい。今度やりましょう、ショールームで。あの、何かを彷彿とさせるコメントをしていただいて、私が当てる。コーヒーの匂いと ウインナーが焼ける音、なんでしょう。そう、朝ごはんです。あ、そう、朝。お、意外といけるかな。ちょっとやりましょう今度。それでは壇上を見ます。22位から22位 MK さん、21位ソリオさん、20位アモズさん、19位ギルスさん、18位マサジさん、17位シギさん、16位ホアンさん、15位ホゼさん、14位オフさん、13位テリーピーさん、12位長谷川さん、11位スランプくんさん、10位昔からおじんさん、9位ジェイポング香港さん、8位ジャストミタさん、7位ブルーさん、6位坪井祐介さん、5位刀剣太郎くんさん、4位望月もちおさん、3人じゃない、3位プーさん、2位ナッカーさん、そして1位はドルルンちゃん、トラッキーさんでした。ありがとう。それでは皆さん、1週間お疲れ様でした。またね。